山田さんこれ食べたことある？ないです。まだない？掘りたてだとずっと思ってたら昨日、はい、ここ見てここにね、あこれごぼうの漬物なんだけど、はい、掘ると書いて鳥なの、取りたてごぼう知ってますよ。漬けてあるけど掘りたて取りたて知ってた。でもこの知ってますよ。こういうのってちょっと後で。はい、いらっしゃいませ。よろしくお願いします。それじゃあ、はい、乗客の皆さんのアテンドの方よろしくお願いします。かしこまりました。いろいろ大変だけど頑張って。乗客の皆様には何と説明すれば、うん、関東地方で気象状況が急激に悪化し竜巻が発生、羽田空港の着陸が不可能になったと。復帰の時期を聞かれたら、うん、さっきの情報では1時間くらいで飛べるんじゃないかって言ってた。食堂の無料サービスチケットは持ってます、はい、原則は1人1枚ね。はい。ただ欲しい方がいれば何枚差し上げても構いません。 お客様の要望は全て叶えて差し上げること、これ基本、はい、了解しました。まあね、そこまで気を使ってもね、クレームを言ってくるお客様っていうのは絶対にいるから負けないで。あ、頑張ります。まあ、困った時は僕を呼びなさい。はい、では。あ、それから例の話なんだけど、ぜひ。失礼いたします。もう一度考えてみてください。主任、その話はいいの？僕、結構真剣なんだけど。それは分かってますけど。母の体調が良くなくてね、早く安心させてやりたいんだよ。いや、そんなこと言われても。もちろん、それだけじゃないけど。あ、主任。私昨日も言いましたよね。うん。私主任のことは尊敬しています。うん。でもそういう目では見たことがないんです。うん、そういう目で見てください。飛行機が到着します。仕事に集中しましょう。わかった。失礼します。大越君。はい。そういうところが大好きです。お疲れ様でございました。お疲れ様でございました。どんな感じ？どんな？ねえ。お疲れ様でした。ねえ。なんかさ、ドキドキしてきた。たまにはいいんじゃない？こういうのもいつも暇してんだからさ。ああ、そうなんだけどね。ねえ、どんな感じ？あ、もうすぐね、お客様が降りてくるんだって。ああ、そう。羽田便が急に着陸だって？あ、そうなんですよ。たまにはいいんじゃない？こういうのも。いつも暇なんだからさ。まあ。ねえ。私そんな暇に見えるかな。ねえ、そろそろ待機してた方がいいんじゃないの。そうだ、今夜さ空いてる？美味しい中華屋さん見つけたよ。相談に乗ってほしいの。珍しいね。プロポーズされちゃった。え、ちょちょちょ、誰に？まあ、それはいいとして。どうせここの誰かでしょ。当たり前でしょ。ね、どうすんの？うん、断るよ。断るに決まってるでしょ。え、私嫌なのよ、職場でそういう風になるの。そうだね、前の現場もそれで辞めたんだもんね。なんでさ、みんな手近で済ませようと思うのかな。ねえ、着いたんじゃない？あ、じゃあ後でね。頑張って。はい、行ってきます。よし、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お疲れ様でございました。この度は申し訳ございませんでした。お疲れ様でございました。ね、この度は申し訳、ね、今日中に東京に戻りたいんだけど大丈夫なんですか？あ、羽田の上空の天候が安定したら、うん、すぐに離陸する予定でございますので。これさ、次の予定に遅れた時は証明書みたいなもの出してもらえるのかな。あの、証明書なんだっけ。遅延証明書ですか？あ、それ。あ、必要でしたらお出ししますが、いかがいたしましょう。いいです。次の予定なんか入ってないでしょ。帰って寝るだけじゃない。一般論で聞いてんじゃないか。一応もらっとう。では後ほど手続きの方。今もらえないの？はい、今手元の証拠が。これってどれぐらい待つもんなんですか？はい、なんとも言いませんが、最低1時間は見ていただいた方が。やばいなそれ。上の階にレストランがございますので、よろしければご利用ください。これサービスのチケットです。お食事1回分が無料になります。どうしますか、お父さん。どっか他に時間を潰すところってあるんですか？申し訳ございません。
校内にはそこくらいしかないんですよ。すいません、小さな空港でして。飛行場の外に出てもいいんですか？いつ飛行機が出るかわからないんだから中にいた方がいいんじゃないの？まあ出ていただいても構いませんが、何もありませんよ。田舎の空港なもので。じゃあ結局そのレストランにいるしかないじゃないか。まあ、それ人数分いただいてもよろしいですか？はい。何人だっけ？6人。6枚お願いします。かしこまりました。それは1人1枚なの？いえ、特に決まりはございませんが。僕は8枚もらうから。やめてよ。何枚でもいいって言ってんだから。一応有効期限は本日いっぱいとなっておりますので、3、4、5、6、7、8。はい、すいません。はい。東京までタクシーだとどれぐらいかかりますか？タクシーで帰る、はい、バカなこと言わないでよ。もういいじゃん、聞いてるだけで。まあそうですね、はい、時間で言うとだいたい3時間くらいでしょうか。1時間待てば飛行機が出るんだからな。レストランはすぐご利用されますか？うん、どうする？まあここに行っても仕方ないしな。早めに行かれた方がよろしいですよ。他にもお客様がいらっしゃいますので。そういう急がないと席がなくなっちゃうかもしれない。じゃあ案内していただけますか？はい、どうぞこちらです。おじいちゃん、行くよ。僕はここにいるよ。何言ってるんですか？お腹空いてないし、いちいち動くのもめんどくさい。みんなで行ってきなさい。ダメよ、みんなで一緒に行動しないと。お父さん、行きましょうね。いいじゃないか、親父がここにいたいって言ってんだから。どうされますか？じゃあ、おじいちゃんはここで待ってて、私たちレストラン行ってきますから。うん、そうしてください。じっとしてないとダメですよ。迷子になっても知りませんからね。まるで子供扱いだよ。俺一緒いようか？わかんないのか。親父はお袋と一緒にいたいんだよ。二人にさせてやれよ。ではご案内します。私、グランドスタッフの大河内と申します。田之倉です。よろしくお願いいたします。あ、山田さん、はい、私は行ってくるね。田之倉様は大丈夫？了解しました、うん、どうぞ。ここは松本空港でしたっけ？そうですよ。僕は来るの初めてだけど、こういう飛行場があるんですね。近所のスーパーの方がまだ大きいな。まあ1日2便ほどですので。どうぞエスカレーターでお2階の方へお願いいたします。お2階へどうぞ。なあ、何してんだよこれよ。乗らないんですか？はい、職員は階段を使うんです。すいません。はい。レストランのサービス券があるって聞いたんですけど。羽田便のお客様ですか？そうです。この度はご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんでした。とんでもない。はい、念のため搭乗券を拝見してもよろしいですか？搭乗券、あれどこやった？あれ、搭乗券ないとダメですか？そうですね。でもさっきの人たち搭乗券見せてましたっけ？あちらの方々は出てこられるのを私が見ておりましたので。俺も一緒に出てきたんだけどな。失礼いたします。あれ、あ、君、お待たせしました。レストランっていうのはあれのことですか？そうですが。やっぱりあれらしいぞ。なんだか席がいっぱいみたいなんですけど。そうですか、少々お待ちください。ねえ、これ見せても入れないよ、CA さん。グランドスタッフでございます。すいません。はい。5名なんですけど。ごめんなさいね、こんな状況なんで。あ、じゃあ席予約いいですか？はい。田之倉で5名でお願いします。はい。何分くらい？20分。はあ、表におります。はい、すいません。もう少々お待ちください。あと15分はかかるみたいです。どうされますか？一応予約は取っておきましたが。私たちは15分くらいならね平気だけど、うちの人がなんというか15分くらいかかるんですって。しょうがないだろう、他に行くところないんだし。あれ、ちょっと。はい。お願いがあるんだけども。何でしょう？どこか部屋を借りることはできないだろうか？部屋ですか？ちょっと電話で大事な仕事の話をしなくちゃいけなくて。でも人に聞かれたくないんだ。かしこまりました、少々お待ちください。すいません、今特別待ち室空いてますか？ええ、了解しました。
どうぞご案内します。すぐ戻る。お願いします。こちらです。すみませんが、はい。彼女はいいから。よろしいですか。彼女はいいんだ。あ、かしこまりました。こちらでございます。どうぞ。では何かありましたら廊下の方におります。いなくていい。でもこっちいいから。あ、かしこまりました。わけわかんない。だから何度もさ言ってるじゃん。何がいけないのか説明して。だからお茶でもお入れしよう。行きなさい。失礼しました。どう、アテンドの方は。まあなんとか。やはりね、離陸までには1時間はかかるみたいだから、その間はなんとか持ちこたえて頑張ります。失礼します。さっきの話なんだけど。主任、今はごめんなさい。今、え、それは期待していいってことかな。今はお仕事に専念したいということです。うん、いいと思うよ。頑張る。あ、頑張ろう。はい、頑張りますし、うん、頑張りましょう。はい、失礼します。主任、ん、私言いましたよね、前の職場辞めた理由。なんだっけ。詳しくは話しませんけど、とにかく私、社内恋愛ってもうそれだけはもう絶対にダメなんです。失礼します。俺、今の仕事辞めてもいいぜ。あの、うちの人は今お仕事のお電話を。そうですか。田之倉君どこにいるの。奥の特別待合室に。その部屋があるんだ。お、大丈夫、行ってみよう。なんか大事なお電話をしてるんですって。え、ほっときましょう。奥様、雑誌か何か買ってきましょうか。本屋さんがあるの。あ、雑誌くらいでした。そちらに。いいわ、自分で行ってきます。そうですか。まえちゃん、ちょっとこれ持ってて。うん。すいません。はい。あの、どこか見晴らしのいい展望台みたいなところはありませんか。はい、そこのエレベーターで3階に行けば見学者デッキがありますよ。すいません。ジャンプリジャンプジャンプリ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 。わざわざ。どうぞ。すいません、どうも。
私ですか。やっぱりそうだ。え、お久しぶりです。あの、忘れちゃいました。あ、こんな格好してるから分かんないのかな。ごめんなさい。いや、思い出してほしいな。ヒント。大学は？佐賀女子大ですけど。高校は？伊万里東高校。中学？伊万里南。え？ひょっとして立花くん？ご無沙汰してます先輩。やだ、もう立花くんなの。いや、すっかり立派になっちゃって。あ、先輩は全然変わらないですね。もうすぐに分かりました。そうよ、やめて。すっかりおばさんになったってそう思ってるんでしょ。そんなことないですよ。昔と同じでとってもキュートですよ。立花くんは今何を？あ、国内線のパイロットをやってます。そうよね、見ればわかるわよね。私ったら何言ってるんだろう。もう、いや、大丈夫ですか。先輩はこちらへはご旅行ですか。先輩なんて呼ばないで。いや、だけど、なんて呼べば。昔のままでいいわよ。いや、恥ずかしいな。鶴橋さんって。鶴橋さん。いや、なんか硬いな。下の名前で呼んでもいいですか。美代子です。そうだ、美代子さんだ。美代子さんはご旅行ですか。それがね、久々に帰省して、母が亡くなっちゃったもんだから、実家の墓に納骨をね。それで東京に戻るところだったんだけど、羽田空港が天候不順とか急遽ここに着陸したの。あと1時間くらいはいなくちゃいけないみたいね。でもそれで立花くんに会えたんだから。なんだろうこれって。家が上にも運命を感じてしまうのは私だけ。あれ、立花くん。奥様。はい。レストランお席がご用意できました。わざわざどうも。皆さんお待ちですよ。あ、よくここが分かりましたね。売店の店員さんがこちらだと。でも素敵な景色ですね。あ、だいぶ雲が切れてきましたね。右手側が大滝山、うん、左手側が八森山です。ああ、こんな中で毎日働けるなんて幸せだわ。まあ、そうでもないですけどね。あ、私、去年まで羽田勤務だったんですよ。そうなの。まあ、いろいろありまして、それで今年から松本勤務。私、生まれがこっちなんですよ。そうなの。さあ、奥様。はい。美代子。兄です。そうでしたか。大事な話があるんだ。エレベーターまだかかりそうなので階段できますか。歩きながらでもいい、みんなが待ってるから。頼みがあるんだよ。だいたい察しはつくけど。田之倉君にさ、もう一度だけ頼んでみてくれないか。絶対
対無理。あとどうしても60万必要なんだよ。よくそんなことが言えるわね。何が？だってこの間言ってたじゃないの、これが最後だって。あのお兄ちゃん約束したわよね。俺も最後にしたかったよ、ね、約束したよ、うん、だったら答えは決まってるんじゃない？諦めて。今週中に60万揃えなかったら今までつぎ込んだ分が全部バーになっちゃうんだよ。知らないわよ。プラネタリウムは子供の頃からの夢だったんだよ。初めて聞いた。俺に夢を諦めろってのか。しょうがないんじゃないの、お金が足りないんだったら。頼むよ、あと60万なかったらもう夜空がスカスカになっちゃうんだ。それって電球代なの？豆電球1個60円で1万個。なんか部屋。何が？いくらなんでも計画がずさんすぎない？素人黙ってるよ。素人だってわかるわよ、それくらい。ね、豆電球も買えないのにプラネタリウムなんかできるわけないじゃないの。お兄ちゃん絶対騙されて。俺の仕事に邪魔すんなよ。お前の仕事に金だけいいんだよ。もういいや。今のは言い過ぎた。な頼むよ、俺のピンチ救ってくれよ。田之倉君ならさ60万ぐらいなんとかなるだろうかよ。な、頼んでみてくれって。あとは自分から頼んでみるしかないんじゃないの。あの人が出してくれるとはとても思えないけど。お香電話下がれもらったろうがよ。頼むよ、お送りしないからもらったろ。宮岡、今の話聞いてた？あ、いいよ全然。プラネタリウム興味ある？私は田之倉様をお呼びしてまいります。グランドスタッフの大河内ですが、田之倉様どうぞ入って。失礼いたします。なんだ？あ、レストランのお席がご用意できましたので。ありがとう。行けばいいじゃん。じゃあこの話はまた改めて。もう意味わかんないよ。何年目結婚して？お嬢さんが大学生でしょ。22年だよ。22年も一緒にいるんでしょ。別れちゃえばいいじゃん。22年関係ないだろう。だってもう愛してないんでしょ。言ったよね、そういう風に。私聞いたよ。いや、そんな風には言ってないよ。ひどい。だから愛してないとかそういうことじゃなくて、それだけ長くいるともう恋愛とは別の感情になってるって、そういう話をしたよ。だからそれは愛してないってことじゃないの。別れればいいじゃん、意味不明。バカなこと言うなよ。もうだから私と一緒に暮らせばいいじゃん。だからそれはできないって言ってるだろ。もう少しは私の立場を考えてくれよ。あ、ごめんなさい、なんか私全然耳に入ってこないんですけど。とにかく続きは東京に帰ってからだ。家族が待ってるんで失礼する。あの、彼女はね、もう少しここにいたいそうだが、構いませんか？ええ、大丈夫です。意味わかんない。お茶か何かお入れしましょうか？いらない。失礼します。分かってると思うけどね。あ、ご安心ください。あの、私口は固い方ですから。妻にはくれぐれも。はい、お客様のプライバシーには首を突っ込まないことにしております。会社の関係の方ですか？突っ込んでるじゃないかよ。すいません。
子供の頃から歯が丈夫でね、歯虫歯になったことがなかったんだ。半年くらい前に初めて歯医者に行って親知らずを抜いてもらった。はあ。その時私についてくれた歯科衛生士だ。歯医者さん。花倉君。兄さんどうされました？あの皆さんは？みんな中にいる。はい。ちょっと降りて話があるんだけど。大体察しはつきますけどね。え？なんだと思う？ねえ。ですから。じゃあ当ててみるか。ね。めんどくさい人。当ててみ、当ててみ。本当にめんどくさい人だな。援助の件でしょ。ピンポーン。お断りします。はいはいはい、はい、もう一度だけ、もう一度だけ力貸してもらえないだろうか。これを最後にするから。だって兄さんね、はい、いつもそうじゃないですか。いつもって言うなって。いつもですよ。いつもって言う。いつもですよ。いつもって言わないで。切りはしてもらいますけど。うん、僕はその話おかしいと思う。いやもうそんな話は聞きたくないよ。今時プラネタリウムっていうのはどうなんですか。田之倉君のその思ってるプラネタリウムとは全然違うやつ作るの。いい？夕方ね、日が落ちてから朝までをドラマチックに選ぶ、再現するやつ、そういうやつ作るの。だから君の思ってるのとは全然違うの。大体のプラネタリウムがそうですよ。そうなの？ね。ええ、まあプラネタリウムって俺昔は結構あったけど今はどんどん閉館されてあんまり見かけないじゃないですか、うん、なんでそれを今更やろうと。バカったれだな。だからそこを狙うんだよ。あのお兄さん、ね、もう言いたいことは、プラネタリウムは言いたいことはもう分かってる。言う、素人が手を出すべきじゃない。そうなの？言いたいこと全然分かってないじゃないですか。じゃあやるんならいいですか、うん、もっと綿密にプランを立ててリサーチもしてきちんとしたプロジェクトでやんないと絶対失敗しますって。俺は素人だけどね、あいつらはプロじゃない。こういうことは言いたくないですけど。言わなきゃいいじゃん。そういう意味じゃない。気を使って。そういう言い方じゃ。俺に気使わない。こういう言い方、兄さんにその話を持ちかけてきた人、うん、僕は絶対怪しいと思いますよ。竹山はね、信頼できる男なの。かけ飲み屋で知り合ったって言ってましたよ、ね、たまたま相席になったんだ。これを運命と言われて、いつ運命っていうの。僕力になりません。本当ごめんなさい。プラネタリウムは俺の夢だったんだよ。美代子言ってましたよ。あの人は子供の頃から一度も夜空を見上げたことなんかないって。プラネタリウムだって言ったことないでしょ。人は心の中にそれぞれのプラネタリウムを持っているんだ。言ってる意味が分かりませんね、兄さん。ダメです、もうダメです、ダメです。ねえ、皆さんお待ちですよ、そろそろ。今手を引いたらさ、今までつぎ込んだ金がさ、僕が貸した分はいいですから。痛い。チャラにしてくれんの。チャラにはしませんよ。しませんけど、今すぐ返せとはもう言いませんから。頼むよ、頼むよ。この話はもうここまで。複雑骨折してません。うまいよ、本当にも。ベラボーメン、ベラボーメン。今日は虫の居所が悪いみたいだな。まあ、田之倉様にもいろいろあるんじゃないですか。どんなこと？なんかそんな気がしただけですけど。よかったらこれ使ってください。はい、1、2、3、4、5、6枚残ってました。金に換えられる？それは無理です。すいません。はい。あの、こっち。あ、搭乗券ありましたよ。何でしたっけ？レストランの無料チケット。あれ、あれ、搭乗券どこ行った？さっきまであったんだけどな。すみません、チケット今ちょうど切らしちゃったところで。もうないんですか？領収書をもらっていただければ後ほど精算いたします。よしよし、はい、お願いします、うん、失礼します。すみません。はい、飛行機どうですか？
すみませんが羽田から連絡がまだなんです。やべえな。なんか予定入ってるの？いや、やばいんだよ。一応早く注文して。え、何でもいい、何でも、何でもいい。何でもいいじゃない、決めなさい。本当に何でもいい。時間ないんだから1時間しか。やめなさい。お兄ちゃん、お兄ちゃんって俺なの。私も何でもいい。違うから。はい、お父さん。決めなさい、まゆみも。何でもいい。私は何でもいいよ。むつお、決めろって言ってんだよ。でも何でもいい。じゃあ、そこにあるとんかつラーメンなんていかがですか？こちらの絶品のおすすめです。そうなの。じゃあ、とんかつラーメン3つください。とんかつラーメン3つ。一応コーヒーを。あとコーヒーを。シェフの気まぐれサラダ。申し訳ありません。とんかつラーメン、ダブルで。かしこまりました。大きいよね。ねえ、やっぱりおじいちゃんも呼んできた方がいいんじゃないかな。なんか、かわいそう。あ、じゃあ、呼んでまいりましょうか。あ、お願いしてもいいですか？かしこまりました。すみません。一人でやれよ。大黒の思い出に浸ってたいんだよ。声が大きい。私も行く。大きいってお前に。お前、とんかつラーメンどうすんだよ。声が大きい。行っちゃうぞ。まだ離陸できそうにないですか？そうですね。羽田の天候が安定したらすぐに連絡が入ることになってますので申し訳ありません。私は全然いいんだけど、弟がなんか予定があるみたい。結構イライラしてた。ご迷惑をおかけします。あの、立ち入ったことを伺ってもいいですか？はい。あのおじさんはお母様のご兄弟？母の兄です。どうして？いや、面白い方ですね。コロコロ仕事が変わるんです。結婚もしてないし、ちょっと変わってる。でも大好き。あの、お父様は何をなさってるんですか？知らない。まあそうですよね。私も父親の職業ってよく知らなかったし。コンサル弁護士って言ってたかな。へえ。はっ。ちょ、大河内さんでしたっけ？はい、そうですが。結婚はしてるの？あいにくまだなんです。あ、じゃあ彼氏でいいや。家族に紹介したこととかある？彼氏ですか？まあないことはないですけど。そう、何か？うん、いいの。おじい様、ご家族の方がレストランでお待ちですよ。僕はここにいると言ってあります。一緒にお食事いかがですかって。結構です。飛行機が来るまでここにおります。まあ、どっちみち出発ロビーは2階ですから、そちらでお待ちになっていかがでしょうか。一人になって考えたいこともあるんで、その時が来たら呼んでください。そうですか。家内が亡くなりましてね。はあ、お辛いですね。そうでもない。大往生でしたから。持ってみる？いえ、結構です。開けてみる？私のようなものが。ちっちゃくなっちゃった。寂しくない？ねえ、おじいちゃん、ちょっといい？うん。おじいちゃんにだけはね、話しておこうと思って。うん。あ、じゃあ私は皆さんのところに。あ、大河内さんもいてくれる？私も？前に話した犬山さんって覚えてる？ほら、レイの。ああ。思い出してないでしょ。誰だっけ？ほら。はいはい。思い出してないでしょ。ほら。私が今お付き合いしてる人。でね、実はね、今ここに来てるの。あら、ここにですか？同じ飛行機に乗ってたの。じゃあ佐賀から乗ってらしたんですか？私がね、両親に紹介するって言ったら、わざわざ佐賀まで来てくれたの。うん。でも向こうでなかなかタイミングが合わなくて一緒に戻ってきちゃった。会ってあげてくれる？いいね、呼んできなさい。ポッチくん。え、おりゃ、まゆ、これ
トチ君こと犬山君です。おじいちゃん。どうも、はじめまして。よろしくお願いします。こちらは何でしたっけ。グランドスタッフの大河内です。搭乗券あったんですけど、サービス券いただけますか。本当ごめんなさい。どう、話した通りの人でしょ。なかなか健康そうないい青年だ。青年じゃないけどね。ああ、よいしょ。正直どう思います。どうって。ポチ君のこと。正直言ってみてください。そうですね、まあなんというか一筋縄ではいかない感じはしますね。それはどういうことかな。これから家族に紹介しようと思うんだけど。もういいんじゃないか。これからですか。これも運命のような気がするの。どう思います。いや、今は会わない方がいいと思いますね。どうして。なんというかこう、タイミング、あまりいいとは言えない気がするんですよ。そうかな。お父様もいろいろお悩みがあるようでしたし。そうなの。さらに、まあ、正直言いますよ、ご両親驚かれると思うんですよね。これ臭いからですか。これはまあたまたまですけどね。臭いからではなくて、失礼ですけど、お年なんか聞いちゃってもいいですか。46ですけど、何か。お嬢様は21になりましたけど、何か。78ですけど、何か。まあ、私は別にいいと思いますよ。ほら、愛さえあれば年の差なんてね。僕は賛成だな。そういうことを気にする方がおかしい。ありがとうおじいちゃん。ありがとうおじいちゃん。あの、どちらで知り合われたんですか。私がね、ネットカフェでバイトしてた時にお客さんで来てたんだよね。一日漫画読んでたよね。セルフサービスのコーヒーをわざわざ僕に届けてくれたんだよね、前は。正直言うとね、ああいうところのコーヒーはドリップしてから時間経ってるから、あんまり好きじゃないんだけどね。でも全部飲んでくれたよね。全部飲んだ、全部飲んだ。あの後前、カレーライス持ってきてくれたよね。そう、でもね、あれ間違いない。あの、すみません、こういうことは全部食べたけどね、全部食べた。ちょっと、二人とも。こういうことは、きちんとこう段階を踏んでいた方がいいと思うんですよ。いきなりご両親のところに連れていくっていうのはどうでしょうね。まずは、お話をなさってから。めんどくさ。めんどくさ。そりゃそうさ、めんどくさい。だけど、そういうことはやっといた方がいいと思うんですよ。それと、失礼ですけど、これまでご結婚は？この年でずっと独身だった方が気持ち悪いわよね。うん、バツ3です。今日は会わない方がいいと思います。どうしてこの人はさっきから僕らの未来に水を差すようなことばかりを言うのかな。そんなつもりはありませんけど。ポチ君、どうする。うん、僕はどっちでもいいけど。いいんじゃないか、せっかくだから会っちまえよ。おじいちゃん。田之倉は知らんが、美代子はきっと気に入ってくれると思うよ。私もそんな気がする。僕も。あんただけだよ。まあ私はね、ほらほら、部外者ですもん。最終的には皆さんでお決めになるのが一番でしょうけど。どっちにしても、まゆ、俺腹減って死にそうだよ。お昼食べてないの。レストランのサービス券この人が俺にはくれないんだよ。2階に売店があったから行ってみよっか。パンとかあるかも。行く行く。よし。売店でしたらそちらにもございますので。サンキュー。まゆ。行ってくるね。行ってきます。若いっていいもんだね。まあ一方はそんなに若くないですけどね。うん。では出発の時間になったらお呼びしますね。そうしてください。失礼いたします。うん、早く早く。ねえ、でね、いろいろ考えたんだけどさ、やっぱりあんた断って正解だったって思うよ。何の話？プロポーズだよ。何で忘れんの？いやだってさ。本当にいろんなことが起こるのよ今日は。いやー、カオルちゃん、人生って面白いね。プロポーズの話はいいの？
もちろんそれが一番大事だけど。ねえ、やっぱりさ、あのさ、ねえ、手近なとこで手を打っちゃダメ。それって妥協だよ、妥協。つまんないよ、そんなの。私たちはもっとさ、外の世界に目を向けるべきだって思う。聞いて。びっくりしないでよ。え？さっきね、うん、国木田を見かけたの。国木田って、あの国木田？そうよ。もうパイロットの格好して、あのしらっとした顔でエスカレーター乗ってたの。あいつどういうつもり、あんだけ問題起こしといて。ほんと、どの面下げてなのよね。あ、このこと純ちゃんに言っといてよ、うん、まだ校内にいるはずだから。分かった、言っとく。よろしく。ねえ、あんた自分のこといいの？ねえ。はい。あ、田之倉呼んできてくれる？田之倉、分かるわよね。はい、はい、倉科百合子が話がある。かしこまりました。表にいるから。はい。失礼いたします。あ、もう乗ろう。行ってみろ。もっぺん行ってみろ。何言ってんだ、てめえ殺されてんのか。うん、失礼いたします。田之倉様、ちょっと。私？私の上司がぜひご挨拶をと。私に？東京の同じ歯医者に通われていたとか。ちょっと行ってくるわ。感謝すぎて。親父は？あ、下がよろしいようですよ。ほら見ろ。あの、倉科様が下でお待ちです。会いたくないんだけど。女の勘ですけど、ここは会っておいた方がよろしいかと。マジでか？マジです。ああ。だからそんなこと言ってんじゃねえんだよ。ブツは、ブツはどうした？まあ、聞かなかったことにしましょうか。そんな女だと思わなかったな。ご家族がいること黙ってらしたんですか？そんなわけないだろ、包み隠さず話したよ。そうなんですか？最初から分かった上での。いや、今になってみるとそう思ってたのはこっちだけなんだけどな。もっと大人だと思ってたのにな。いやいや、無論無論悪いのは私なんだ。そんなことは分かってる。ああ、それで法事までついてきちゃったんですか。佐賀の空港で見つけた時の私の衝撃を察してくれ。確かに一緒に佐賀バルーンフェスタに行こうとは言ったけどさ。バルーンフェスタ？あいつ趣味熱気球なんだ。いや、悪いのは私なんて。そんなことは分かってる。お呼びしました。なんで？タバコ吸いたいの。ライター早く。100円ライター買ってきましょうか。余計なことしないでいい。ありがとう。行っていいわよ。それで呼んだのかよ。怒った？ねえ、秋にはまた一緒に佐賀に行けるんでしょ？何言ってるんだよ、もう。バルーンフェスタはね、調べたら11月だった。私今から休み取るから。バルーンフェスタは誰か他の人と行ってくれ。
ひどい。頼むからもう勘弁してくれよ。ちょっと私が悪かった。しょうがないわね。いいんですか？だって田之倉かわいそうになってきた。謝ってみるもんだな。その代わりキスして。何バカなこと言ってんだお前。今すぐして。こんなところでお前できるわけないじゃないか。お前な、どこかないですかね。裏の公園でしたらほとんど人が来ませんよ。いやダメだよ。ここはタバコ吸えるの？大丈夫ですよ。タバコあったらちょうだい。あったらでいいけど。どうぞ。 あるんだ。一日一本って決めてるんです。彼女ちょっと話しようよ。私ですか？どうせ暇なんだろ。おい返しとく。とんかつラーメンは2杯が限界だ。あ、どうも。羽田の天候はまだ回復してないのかな。確認してきましょうか。いいよ別に。早く帰ってってしょうがないし、東京に戻ったっていいことなんて一つもね。妹の家族と一緒にいるとさ、つくづく自分が嫌になるよ。俺は今まで何をしてきたんだろうかって。ご家族はいらっしゃらないんですか？にゃんこは家族って言っていいのか？にゃんこは違いますね。じゃあ家族はいません。妹はさ、お堅い仕事の旦那見つけて、何しろ弁護士だからね。子供にも恵まれて何一つ不自由ない生活を送っている。それに比べて俺は。これでもね、小学校の時は立場が逆だったんだ。俺は勉強もできて体育も得意だった。優等生でさ、運動会の先生までやったんだ。妹は成績も悪くて、おまけに肥満児で、そりゃひどいもんだって。結局俺の全盛期は小学6年の秋だ。まあ幸せそうに見える妹さんにも悩みはあるんじゃないですか？ないと思うよ。いい家住んでいいもん食って幸せなんじゃない？いや相当は限らないと思うけどな。旦那が外に女作るとか？田之倉に限ってそんなことはないね。お堅い野郎でさ、キャバクラにも行ったことないんじゃないかな。金が欲しいな。あんたもプラネタリウム見たいだろ？ええ、みんなプラネタリウムが大好きなんだよ。田之倉、金出してくんねえかな。それカメラですよね？うん、俺今ルポライターやってんの。風俗関係、写真も自分で撮るんでこうやって持ち歩いてるんだ。まだ時間もありますから裏の公園に行ってみてはいかがです？素敵な写真が撮れるかも。景色は全く興味ないから。とりあえず行ってみたら。風俗ライターって言ったでしょ。騙されたと思って行ってみたら。そんなにいい絵が撮れるの？運が良ければ。ほら行って。よし。橘君。美代子さん、ごめんなさい、メモを見るのが遅くなっちゃって。お店の人が忙しかったみたいで、さっきもらったの。直接渡せればよかったんだけど、ご家族がいたから。嬉しかったわ。美代子さん、立花君、どうしてももう一度会いたかった。私もよ。学生時代ずっと言いたくて言えなかったことが今なら言える気がする。
なたは僕の憧れでした。いけないわ、人が見てる。自分の気持ちに正直になることがいけないことですか、立花君。ここだったのもなんか運命のような気がするんだ。それは私もよ。美穂さん、こんなことをお願いしたら僕は嫌われてしまうかな。ん？強引すぎる。そんな男は嫌いですか？結構好きかも。実は昨日まで沖縄に行ってたんだけど、ホテルで財布を盗まれてしまって。嫌だ。いや、財布は見つかったってさっき連絡があって。よかった。でも中に組合の口座のカードが入ってて。組合？パイロット組合。ん？ん？僕がパイロット組合の会計担当をやってるって話はまだしてなかったっけ？初耳だわ。ああ今度組合で慰安旅行に行く計画があって、旅行会社に今日中に手付金を振り込むことになってたんだ。ところが財布をなくしちゃったから口座をストップしちゃって、お金を引き出せなくなってしまったんだ。それは大変だわ。本当に情けない、再会して1時間しか経ってないのにこんなことをお願いするのは気が引けるんだけど。いくら必要なの？今日1日でいいんだ。お願いすることはできない。ねえ、いくら必要なの？それが断っとくけど、私自由が利くお金ってそんなにないわよ。20万2000円微妙な額。やっぱり忘れてください。いくらなんでも失礼すぎる。失礼すぎる。大丈夫？立花君、お香典があります。ダメだよそんなの。佐賀の古い知り合いから、母の知り合いなんだけど、いただいたお香典が確かそのくらいあったはずよ。無理してない？後で問題にならない？大丈夫よ。お香典の額は私しか知らないから。助かるよ。私こそあなたのお役に立てて嬉しいわ。すぐ持ってくるから。僕のこと嫌いにならないでね。なるわけないじゃない。美穂子さん、ごめん、行かなきゃ。これから予防接種を。ワクチンを打つんだ。国内線じゃなかったの？これから、佐渡島に行くんだ。佐渡島はワクチンが必要なの。あ、疲れた。奥様、今話していたのは偽パイロットですよ。見た目のかっこよさに騙されてダメです。あいつは国木田といって、この辺りでは有名な詐欺師なんです。国木田？はい、私も前に20万2000円騙し取られたことがあるの。かっこいいからついつい信じちゃうのよ。人違いじゃないんですか？あの人は立花君って言って、私の中学の後輩。あんなナイスな男が世の中に2人もいるわけないでしょ。あれは絶対に国木田。待てよ、ね、カルテ、ね、カルテ、奥様。時間かかるぞ。
いいですか、お金なんか絶対渡しちゃダメですからね奥様それと今羽田から連絡が入りました。天候が回復したそうです。まもなく離陸しますよ。いやだ、長らくお待たせいたしました。出発が遅れておりました。ただいまより保安どうすることにしました。結局時間がないんで日を改めます。お世話になりました。それがいいと思います。あ、これチケット、よかったら。もう遅いですか。いじめですか。いやいや、おすすめ。じゃあ上に着いた瞬間から口聞いちゃダメだからね。かわいいこと言うでしょ。申し訳、どうぞお幸せに。すいません、まもなく出発しますので急いでください。地元の観光スポットでどこかおすすめのところを彼女に教えてやって。東京に戻られないんですか。せっかくだから遊んで帰ろうと思って。それじゃ。田之倉、元気でね。ゆりちゃんも、じゃあね。ああ、今日のところはね。ああおい、どういうことだ。電話する。おいおいおい、伊那のパワースポットのゼロ地場は行く価値があると思いますよ。場所教えてくれる。あちらに案内カウンターがございますので。お願いします。え、はい。あの女だろうあんたには感謝する。助かったよ。いい写真撮れました。撮れまくりだよ。いい金になるぞこりゃ。それは何よりです。それにしてもさ、あのむっつりつけばよくやるよな。同感ですねしかもさ、あの女さ、見覚えあるんだよ。佐賀のホテルのロビーでもあった。東京に戻ったらすぐ調べてみるつもりだ。倉科百合子、歯科衛生士、東京の歯医者さんで出会ったそうです。あんた何者だ。ねえ、国木田はもう現れませんよ奥さん。分かってください、あいつは詐欺師なんです。悪いやつなんですよ。そんなの知ってるわ。え、分かってますよ。あの人が橘くんじゃないってことは。私の知ってる橘くんはあの当時で身長が2メートル7センチありましたから。あの、じゃあどうして。結婚して22年、家族のためだけに生きてきたの。東京に帰ればいつもの暮らしが待ってるの。いいじゃないですか。私だって一度くらいバカしてみたいわ。あの、陽子、急ぎなさい。でもこれでおしまい。いや、羽田の天候が回復して本当に良かった。もうこれで飛ばなかったら鉄道やら高速バスの手配に、下手したらさ、ホテルの準備もしなきゃいけない。助かったラッキーでしたね、うん、大河内くん。はい。お客様のお見送り。あ、行ってまいります。お疲れ様です。お疲
れ様です。これお願いします。お預かりいたします。取ります。どうぞ。お疲れ様です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 。どうぞ。ありがとうございます。今からだと東京に着くの何時ぐらいになりますか？すぐに飛び立てば4時には着くと思いますよ。ね、ね、よっしゃ！はい。なんか予定入ってんの？別に。田之倉君。はい。例の話なんだけど。またですか？60万頼むよ。聞こえませんね。今日中に俺の口座に振り込んどいてほしいんで、東京に戻ったらすぐ頼むよ。答えは分かってるはずですよ。むつお、みよこもなんだけれどもね。おい、みよこ。口座番号を教えていただけますか？ここに書いてある。ただし50万が限度ですよ。こんなのもある。60万。あとこんなのも。こんな格好してよく足とかつらないで。兄さん、ちょっとこれシャレにならないから。マジでシャレにならないから。お願いだから、決してお願いだから。ねえ、もうあと100万あったらワンランク上のプラネタリウムができるんだけど。出すから。本当に？プラネタリウムも大好き。毎日見に行くから。ありがとう。だからお願い、決して振り込み確認してから。絶対ですよ兄さん。当たり前だよ。妹の旦那に嘘つくわけないもん。妹の旦那を有する男だからな。ここはさ、義理の兄を信じてよ。夜空を愛する者に悪い奴はいないって。これなんで分かったんですか？たまたま歩いていたら茂みの中から変な声が聞こえたんだよ。たまたま歩くような場所かな。え、君か。君が教えたのか。何のことでしょう。君しか知らないじゃないか。おこちくん。はい、失礼いたします。えらいことになった。あ、主任。あ、ちょっと大丈夫ですか？フーチドリームエアランズより羽田へ50発のお客様にご案内いたします。富士ドリームエアラインズ532便羽田行き、ファー、再び羽田地方天候不良のため出発が遅れる見込みです。まずいって。それまずいって。落ち着いてください。ご迷惑をおかけいたしますが、今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。いつ頃出発できるんですか？それは分かりません。最悪だ。なんでそんなに焦るの？臭いわ。お前なんか予定でも入ってるのか？まずいんだよ。おい、なんでこいつはこんな情緒不安定な。田之倉君ちょっと起きなさい。ほら、すいません。むつ、帰れないじゃん。観光に行きなさい。早く。田之倉様、おじい様からお話があるそうです。集まってください。どうしたの？大事な話だね。なんだ大事って。大事。いや、なんだよ。それほど大事でもないから。なんだよ。いや、やっぱり大事だ。どうしたの？何？いい機会だから、うん、みんなにね、この間から言おうと思ってたことを、話してみようと思う。飛行機もまだ飛ばないみたいだし、構わんだろう。いいわよ、おじいちゃん。何があった？常子が、その前にちょっと
おしっこしてきていいかな。あ？私ね、まあすまん、残尿感が。まあ、じゃあ行ってきて。ああまあいいかいいか、あ我慢する。いや どこまで話した？何にも話してねえよ。そうか、つねこ。つねこがね、死んでから、今の今まで私はずっと悩み続けてきた。つまりこれからの人生についてだ。そりゃそうだろう。おふくろあっての親父だからな。一人になって辛いんだろ。いや、そういうことじゃない。どういうことだよ。行きましょうよ。もうなんかもう、つねことは見合い結婚だった。親同士の決めた縁談だ。今でこそはっきり言うが、私は乗り気じゃなかった。私が生まれて初めて、女性よりも男性に興味があると知ったのは10歳の頃だったかな。伊万里の海に家族で海水浴に出かけた時だった。水着姿の男を見て妙に胸が高鳴ってしまって、どうしようもなかった。水着姿の女を見ても何にも感じないのに、これは一体どうしたことかな。あ、そうか、私は女性よりも男性に興味があった。ちょっと待って、何の話してるの。おい、最後まで話聞こう。でも昔は今と違ってそういうことはなかなか認めてもらえることではなかった。だから私はずっと黙ってた。結婚しても黙ってた。誰にも話せなかった。無論常子も知らない。知らなかった。だから今私は初めて明かします。私は男の人が好き。いきなりのカミングアウトか。カミングアウトです。驚いたな。じゃあお母さんのこと嫌いだったの。いやいやいや、そんなことはない。つねこは最愛の妻だった。だから私はずっと隠し通してきた。でもつねこが死んでしまった今、私はもう隠す必要がなくなった。今日からはオープンな感じで行きます。オープンな感じっていうのは、お化粧したりするってこと？おじいちゃんからおばあちゃんになるの？おい、そんな目向いてないで、説明してやってくれよ。そういうことじゃないと思うよ。いいか、ゲイとオカマってのは違うんだよ。親父の場合は精神的なもんだから、なんだろう、女装したりして。つまりお父さんはその、ってことはその、ゲイっていうことでいいんですね。ゲイです。まあ言ったなこれは。いや、参ることじゃない。いや、親父、よく打ち明けてくれた。俺も今無性に感動してるよ。なんか俺もだよじいちゃん。これから自由に生きた方がいいよ。私も賛成。ありがとう。私はなんだかやだわ。何言ってんだ。だってお母さんなんか騙されてたみたいじゃない。かわいそうよ。何言ってんだ。親父は頑張ってきたんじゃないか。それ認めてやれよ。親父が頑張ったおかげで俺たち今ここでこうしていられるんだろうが。やっぱり辛かったですか。ちょっと辛かったです。いや、ねえ、いや、まあでもその、いやいや、私は常子を愛すよう努めましたよ。でもやっぱりなんというのか、ねえ、そういうことだけはやっぱりなかなかその気になれずに。でも常子は
子供を欲しがった。だからその時は私はひたすら別のことを頭に思い描いて挑みました。出入りの米屋にね、胸のこの胸板の厚い兄ちゃんがいてね、まっちゃんつんだけど。いや、おい、おやじ、ちょっとやめてくれ。ランニングのその話は聞きたかないよ。もういや、ごめんいや、でも突然いやでもな、まあ、まあ打ち明けてもらえてよかったんじゃないか。お父さん、すっきりされたんじゃないですか。ありがとう。いや、だからといって今から別に何が変わるわけでもない。おい、お前もいいな。私は納得してないけど。泣くなよお前。だけど自分の問題だから、あとは時間が解決してくれると思うわ。よかったですね。はい。じゃあついでに私からも報告があります。あ、それはどうかな。大丈夫、この流れで私もカミングアウトします。お前、まさかお前も。ポチ君、ね、マユ、あ、ごめんなさい。お父さん、お母さん、ポチ君こと犬山君です。え、彼氏。犬山です、よろしくお願いします。いや、どういうことだ。あ、もちろん真剣にお付き合いしています。この人と。そうよ。なかなか健康そうでいい青年だよ。知ってたの。おじいちゃんだけはね。胸板が熱いんだよ。お父さん黙ってて。ちょっとわからないんだけれども、なんでここにいるんですか。東京からずっと一緒だったのよ。でもなかなか紹介するチャンスがなくて。というわけで犬山君、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしく、おじの蔵之介です。あ、どうも。ちょっと待ちなさい。いいじゃないか、まゆちゃんが選んだ男なんだからいいやつに決まってるよ。ありがとうおじさん。私よく意味が分かってないんだけど。だから私この人と結婚するの。バカなことを言いなさい。なんでよ。そんなダメに決まってるだろう。ちょっと失礼ですけれども。46歳のバツさんです。ダメだ。お父さん、ありえない。お母さん、私頭がしびれてきた。なんだろう、どう思います。だからいきなりはまずいって言ったじゃないですか。あんた知ってたのか。ええ、まあ。なんで父親が知らないことを行きずりの高校の職員が知ってるんだ。あんた一体何者だ。いや、そんなこと言われても。おじさん助けて。任せとけ。田之倉君、二人の仲を認めてやれ。無理だよ。これでもか。はこれでもか。ね、ちょっとこれ食べろ。おい、すみませんが。何すんの。おい、ちょっと、おい、無茶すんなって。おい、メモリーカードは湿り気に弱いだぞ。あ、湿った。カブラ。いや、ダメ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 、絶対ダメ、これだけはダメ。富士ドリームエアラインズより羽田へご出発のお客様にご案内いたします。富士ドリームエアラインズ532便、羽田行きは、羽田地方天候は回復しましたが、羽田空港到着便混雑のため欠航させていただきます。どうやっちゃうんだ。なお欠航手続きを承りますので、一回搭乗手続きカウンターまでお越しください。とにかく皆さん移動しましょう。こっちです。とにかくな、もう絶対認めないからな。
どうぞこちらからどこがいけないんでしょうか。娘はまだ21なんですよ。それが全てです。いい胸板してるんだよ。胸板は関係ないでしょう。返せメモリーカード。おい、なんかちょメモリー。どうぞお気をつけて。どうすればいいと思いますか。どうぞお先にどうぞ。とにかく様子を見るしかないんじゃないですか。前と話し合ったんですけどね、子供ができたことを言ってしまった方がいいんじゃないかって。赤ちゃんできちゃいました。そうなんです。俺割とそういう体質なんですわ。他にもいるんですか。5人目。絶対言わない方がいいと思います。でもいずれバレますよ。今日はやめといた方が。落ち着いたところで改めて席を設けるとか。じゃあその時は大河内さん来てもらえるんですか。行くと思いますか。ですよね。まる、はい、どうぞ。好きにさせてやったらいいじゃねえか。ダメならダメで、それも人生経験だ。自分の子供じゃないからそんな勝手なことが言えるのよ。俺がお前の子供たちをどれだけ可愛がってきてやったと思ってんだ。可愛がってるだけじゃん。親の苦労知らないくせに。どうぞ下の方へ。東京まで電車だとどれぐらいかかるんですか。ああ、松本駅までの移動もありますから、そうですね、まあ3時間ちょっとですね。高速バスだと3時間ちょっとですね。もうダメだ。もうあの、お気を確かに。こっちちょっとおいで。こっちこっちおいで。お前ちょっといいか。何、今夜何の用事があるんだ。何が。ずっと怪しいと思ってたんだよ。どうも今日のお前は様子がおかしいな。そんなことないです。さっきの怪しい電話あれなんだ。親父には関係ない。答えなさい。東京で何が待ってるんだ。いいだろ別に。すみません、他のお客様もいらっしゃいますから。すいません。とりあえずロビーに出ましょう。荷物見てなさい、ちゃんと。はい、了解です。お先に失礼いたします。あんたはいいから、手伝うのやめなさいよ。おいで。今日のお父さん、なんか怖い。まあ、そう。今日どうしたの。説明してもらおう。今日6時からオーディションあったんだよ。オーディション？何の？劇団。劇団？劇団著名塾、どうせおやじ知らないだろ。著名塾？牧大先生のとこだろ。さすがおじさん、よく知ってんね。なんでお前が劇団のオーディションを受けるんだよ。決まってんだろ、役者になりたいからだよ。お前が。初めて聞いた。俺役者になるから、もう決めたんだ。いつ決めたんだ。ずっと前からだよ。劇団の養成所いろいろ当たってみて、で著名塾が一番自分に向いてると思って、で、まあ、先月1次審査受けたら10人の中に残ってて、今日が2次審査。大学は1年前から行ってないよ。私なんだか脳が死んできたみたい。あの田之倉さん、しっかりしなさい。しっかりしなさい。座りなさい。しっかりしなさい。大丈夫。やめたのか大学。やめた。聞いてない。やめました。早稲田の小学部出たって役者の世界じゃ何の意味もないんだよ。お前に役者の才能はあるのか。そんなの分かんないよ。才能がなかったらどうするんだよ。知らないけど自分信じるしかないだろ。とりあえず一次審査受かったってことは牧大先生は認めてくれたんだし。なんだその牧大っていうのは。よし分かった。それじゃあ今から俺がオーディションやってる。どういうこと。言ってなかったか、俺昔役者やってたんだよ。おじさんが。そうなんですか。子役だけどね。中学生日記にも2回出たことがある。
その時演技のことは大体覚えた。お前に才能があるかどうかここで見てやる。え、ここで？ここでだよ。いや、人生は全て舞台だよ。じゃあほら皆さん座りましょう。難しいよ、わけわかんないこと言ってんだこの人は。いいから、いいから、さあさあさあ、ちょっとこのやってみろよ。おじいちゃんはターザンなんか読んでないで、ほら面白いことが始まりますよ。オーディションでやる予定のあるだろう。それやれな。お前の気持ちができたところからでいいよな。いつでもいいぞ。スタート。ああ、何言ってんだてめえ、殺されてえのか。冗談じゃねえよ。ああ、だからそんなこと言ってんじゃねえんだよ。別は別はどこやったよ。バーッバーッ。よし、いいぞ。なんだてめえ、ぴったりは。てめえ俺を殺しに来たのか。面白えじゃねえか。下がってろ、エドリアン。てめえビットリア、やれるもんだな、やってみろ。死にたくねえよ、死にたくねえよ。っていう、まあこんな感じです。カッ。合格。本番中だ。男だ。いいか、芝居的にはまだまだなんだよ。技術的にはな、はい、でも集中力があった、はい、役者で一番大事なのは集中力だからな。はい、ありがとうございます。いい役者になるよ。何が合格だ、私は認めない。素人は分かんねえ。いいか、まあ、まだ絶対チャンスあるから、はい、今日はダメだけどさ、頑張ります、うん、あとね、はい、ピストルで撃たれ、ピストルだらね。いや、あれはナイフ。あれナイフなのか、はい、うん、ナイフでこう刺された時は、急いで東京帰りたいんだったらヘリコプターって手ありますけど。ヘリコプター？ええ、あれだったら今からヘリチャーターします。ここに呼べるの？呼べると思うよ、俺よく使ってるから。東京だったら1時間ぐらいで帰れるんじゃないかな。素敵。あれだったら著名塾で降ろしてもらえば。お願いすれば。いや、でも結構お金かかるんじゃないですか。かかるっちゃかかるけど60万ぐらいですよ。失礼ですけどお仕事は何を？アフィリエイトマーケティング。ああ、いわゆるネットビジネスね。ネットビジネス、時代の最先端じゃん。こう見えてね、かなりお金持ち。見えないでしょ。どうします、ヘリチャーターする？え、 お願いします。オッケー。あ、すごい。ごめんなさい。すいません、ヘリコプター。お金持ちだって。だから何か？いいご縁かもしれない。そんなのは関係ない。5分ぐらいで着くそうですよ。ありがとうございます。あ、いやいや、よかったね。ちょっと、お金持ってるとかそういうことは真っ先に言っとかないと。あんまり言うなって言われてるんです。金持ちであることは僕の一面でしかないわけで、それだけで判断されるのってすごい嫌じゃないですか。なるほど。でもこれで一歩先に進んだ感じ。もっと早く言っとけばよかったね。一歩先になんか、お前な。田之倉さん。田之倉さんじゃないですか。私わかります。もちろんですよ。こちらの皆さんは？家族です。妻に子供たちにその他大勢。紹介して。私の通ってる歯科医院に勤めてる、倉科ゆり子です。主人がお世話に。どこかでお会いしたことありませんでしたっけ？ほら、昨夜佐賀のホテルで。え、どこですか？君確か地元こっちだって言ってたね。あ、そうなんです。私松本生まれの松本育ち。
今日はたまたま帰省してるんすわ。そうなんだ。田之倉さんは家族旅行ですか？もう似たようなもんですね。すみません、ちょっといいですかね。実は昨夜からその親知らずを抜いたところがこの痛み出しましてね。大変。どういうつもりだ。こんなに早く会えると思わなかったね。やっぱり私たちって赤い糸で結ばれてるんだね。いい加減にしなさい。熱中して。バカなこと言うなよ。お願い。だってさっきしたじゃないか。これで最後。だってすぐそこに家族が。どこかありますか。そちらに授乳室が。来なさい。今度誰かに教えたらね、ここで働けなくしてやるからな。美代子さん。何も聞かないで。何も聞かないわ。20万2千より少し多いけど、待っていて。いいから。奥さん綺麗。あ、こにぎだー。逃げて。はい、早く。どうぞ。あ、アマンダ。今の誰だ。女子大の後輩。お、皆さん、ヘリコプターが到着しました。皆さん乗られますよね。みんな乗れんの？5人乗りですから大丈夫ですよ。あ、うちの人どこ行ったかしら。呼んでまいります。ヘリが到着しましたので急いでください。私も乗るのか。送ってってくれるっていうのが。物に乗ってください。はい、ではご案内いたします。皆さんどうぞこちらです。おじいさまも。はい、ちーちゃん。犬山さんさん。はい。プラネタリウム興味ない？大好きですよ。最近はあんまりいいのないじゃないですか。そろそろ新しいのができてもいいのになーなんて思ってるんですけどね。まゆいい人見つけたな。ありがとう。運が向いてきたぞ。こんな気持ち小学校の卒業以来だ。本当はね、東京まで3時間かけて帰るのちょっときついなと思ってたのよ。ねえ、あなた犬山さんっていい人みたい。私は認めたわけではない。あ、おじいちゃん。え、迷子になっちゃうわよ。あ、うんうん、はい。大丈夫？うん。どうしたの？顔が赤いわよ。え、いや、あ、ちょっと待って。あ、いや、あの、うん、違う違う。疲れちゃった？いや、あの…失礼いたします。通過させていただきます。すみません、これもらってもいいですか？どうぞ。ありがとうございます。皆様、本日は松本空港ご利用いただきまして誠にありがとうございました。お世話になりました。またのお越しをお待ちしております。ありがとう松本空港。あれ、姉ちゃん行かないの？私は別行動。おい、ちょっと待て。だってヘリは5人乗りだから。さっきリムジンをチャーターしました。お嬢さんは東京まで無事にお連れします。マジで？俺そっちの方がいいな。いいから行きましょう。言っとくわ、私は認めたわけではないからな。ね、今度ゆっくり。娘はまだ21なんだ。子供ができたんならともかく。もういいから歩きなさい。離せて。負けるなよ。うん、ねえあなた、あの関西弁の人、
見送りに来てるわよ。じゃあさよなら。これで次に会うときはもう他人。バイバイ。じゃあ、なんか美味しいもん食べて帰ろうか。うん、そうしよう。お気をつけて。どうもお世話になりました。いってらっしゃいませ。案外あっさり引き下がりましたね。だってチューしてくれたから。へえ、約束は守るんだ。だって私が約束破ったらあの人が破った時に責められないでしょ。なるほどね。それにね、どっちみちあの人は戻ってくるし。すっごい自信。あのね、なに、東京に帰ったら一回を、今後のことはそれで決めればいいから。なんで、もう会わないって決めたじゃない。そうだけどさ、これで次に会うときはあなたはただの患者さん。とにかくもう一回を。で、電話するから。番号変えちゃうもん。ゆりちゃん、そ考えとく。じゃあ、見ないでもらいます。手短にお願いします。ね。あの、一つ伺ってもいいですか。どうぞ。あの男のどこに惚れたの。あなたに見せてあげたいな。田之倉が歯茎に麻酔注射されてる顔。別に見たくありませんね。ああいうのに弱いのよ、苦しんでる男の顔。だからいじめたくなっちゃうのかな。さっぱりわからない。どうもお邪魔いたしました。あら、恐れ入ります。あの、これからどちらへ。伊那のパワースポット行ってくる。ほう、さらにパワー注入ですか。じゃあね。お気をつけて。はあ、よし、乗っちゃうか。その顔。言っとくけど、俺今日何にも悪いことしてないからね。コスチュームプレイは人間と犬が持つアビリティでしょ。まあそうとも言える。ドアが閉まります。あれ、しかし変な家族だったな。みんな秘密を抱えてる。秘密のない人間なんていないよ。でもあの人たちは家庭を壊そうとは思ってない。守りたいから嘘をついてる。なんか家族っていいなと思っちゃった。興味ない話だね。それよりさ、さっき一段と綺麗になってきたね。あら、相変わらずお上手ですかた。はい、じゃあ。そういえばあの奥さん、あなたの嘘最初から見破ってたみたいよ。プロポーズ受けてみようかな。3階でございます。主任。いや、そんなに驚くことないでしょう。た
たまたまあの主任のことを考えていたので。え、僕のことを。はい、私考えたんですけど、今すぐどうこうってわけじゃないですよ。でも主任の話真剣に考えてみてもいいかなって。あ、これでも考えるってことではなくて考えてみてもいいかなって。あんまり誤解しないでくださいね。おい、何してる。仕事に戻るぞ。ごめんなさい、風があんまり気持ちよくって。あれ、いや、今田之倉さん一家がヘリ乗ったとこ。そうなんだ。どうした、大丈夫。大丈夫。あのね、あなたに報告することがあるの。何。私ね、村木主任にプロポーズされちゃった。でね、私お受けしようと思うの。ごめんなさい、言ってることとやってることと全然違ってて。そんなことない。とってもお似合いだと思います。あ、君にそう言ってもらえると一番嬉しいな。年内にはゴールインしたいねってさっき話してたの。主任、お母さんがご病気でね、早く安心させてあげたいんですって。そうだったんですか。幸せって案外身近に埋もれてるものなのね。あなたも頑張って。ごめんね。とんでもない。行きましょう。誰でもいいのかよ。なんだよ、なんだよ。やだ、私めちゃくちゃ恥ずかしい。